まあ、いや強いなバトル X。 いやてか、いやマジでハチマキ倒す見せたい。マジで強いこいつ。お、山田さんもハートミーありがとうございます。あ、来たな、これこれいけるな。マジこいつ強い、こいつマジで強い。で、まあバード多分巨人王出てくると思うんだよな。神かな、これ。いや耳きつくなんか、きつくなりそうだけど、あ、いや、いいや、これでいこう。ごめん、犬が可愛すぎて見えなかった。大丈夫です、その気持ちはめちゃくちゃわかります。ランクママスターになって満足しちゃう。まあまあ気が向いたらでいいですよ。結局マスターまで行ってそっから何位になってもね、報酬みたいなのは一緒なんでね。はい、一旦配信し集中する。まあまあ、ありがとうございます。いやまあ新しい犬来たらね、その気持ちはめちゃくちゃわかるんで、しゃあないっす。これ別に突っ張っていいんですけど、いや今日、いや突っ張っていいな。ハッサムに引いてもいいっちゃ引いてもいいので、まあいや突っ張るか、突っ張ろう。親がトイレとか設置してくれてるから待ってる。いいね犬。うちのウサギはもう横になってアホ座で寝てるよ今は。さあ、いや水ダンス強いね。うわお前優秀、これはでかい。で多分ねこれ飛ぶと思うんだよ、ね、あギリギリか、ギリギリかな、飛ぶか、どうだ。あ、いや、いったの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 、これ。うわ、強すぎる。こいつ、やばい。わけわかんない。マジで強い。うわー、最高っすね。マジで頭かしげてる。で、このミミッキュ、いや、引いてもいい。突っ張ってもいい。どうしよう。いや、突っ張ろう。突っ張ろう。もう今日の主役はラオスかもしれん。これはやばすぎる。相手の耐久、いや耐久振ってても、ハチマキ水ってのは無理じゃん。ほら。やばい。あ、持ち物はハチマキです。はい。やばすぎるこいつ。今の時代こいつハチマキだわ。さっきもね、あの、裏でやってる時、こいつのおかげめちゃくちゃ勝ったんですよ。で、ガチグマでしょ？ほら。ほら、やばいこいつ。テラスタルして水流連打打つだけで倒せるパーティーが存在するっていう。本当にわけがわからない。強すぎる。いや、ラオス強い。なんかさっきツイッターで流れてきたんですけど、誰だったかがね、あの、集計してくれてたんですよ。上位100位以内の人の使用率ランキングみたいな、ポケモン。1位、ラオスですからね。あれほど。環境きついんじゃないかって、俺も喋ってるし、周りの人も喋ってる中、1位、使用率1位、ラオスですからね。まあ、伝説はまあ1体しか使えないから、1位との難しいとはいえ、ラオスですからね。わけわかんないでしょ。ラオス、めっちゃいいですね。いや、本当に強すぎる。いやー、けど今回はちょっときついかな、どうだろう。お、ライブいいね、もう1400。ありがとうございます。頑張ります。さあ、これは、けど、ハッサムの通りが全体的にいいような気がする。ジャローダのテラスタルが炎テラバとかじゃないのであれば、めちゃくちゃ無双できそう。まあ、吹き飛ばし要因必要なんで、吹き飛ばし要因入れて、海流かな。いや、違うな。いや、ラオスのインファでこだわるか。これでいきます。いや、相手多分ね、初手ね、ジャローダから来そうな気はする。ジャローダで壁張って、クエストバトラーで、めちゃくちゃ積んで、バトンタッチで、テラパゴスとかで、お、ガチグマスタートめっちゃいいわ。これはいい。相手のメイン技半減なのでかいしね。剣舞積もう。さあ、何してくるの？ビルドアップとか。普通に地震？待って、違う！タイロ！まずい。非常にまずい。どうするのか。え、待って、てか、相手、やけど引いてなくね？え、直帰のやついたね、いたね。うわー、どうしよう。全体的に見たらインファだな。インファと、誰来る？あー、オッケー。ママンボだったら正解。ママンボは正解。え、今日ママンボってことは、
ママンボウガチグマ、ママンボウガチグマ、いやまあミミッキュいてもおかしくはないけど、まあいいわ、とりあえずフェアテアとか食うかな。まあフェアテア来たら引けばいいか。インファ相手のガチグマがノマテラ、いやけどノマテラじゃないか、違うか、テラパコスがノマテラだから違うかな。ね、あ、いやこれは一回引こう、一回引いてステロ巻いて、あとは最悪ラストインファで突っ張るみたいなことにしよう。そっちだ。てかテラパコスとクロバドの対面めちゃくちゃ不利だよね。きついよな。さあ素直に言ってくれたのでかいけど、どうだ。まあ肩ストリッカー、あ、オッケー、あ、引っ込めるんだったらいいわ。別にさすがにディンドゥーをワンパンできないと思うんで、多分まあドレインパンチじゃん、多分最悪ステロ巻ければもう十分だ。さあさあ、いや多分、いや直帰臭いな、直帰臭いな、多分このガチグマでまああのバド X も見れるなとかだと思うけど、カタストかな。ぶっちゃけテラパゴスよりかガチグマの方めんどくさいから、テラパゴス多分ね、インファ、うわインファでこだわりづらくなった、インファでこだわりづれえな、それ。あ、待って、あ、いやだるこいつ、いやだるいな、だるいな、やば、いやだるいな、いやまあ水流もうこれぶっちゃけもうこれしかないからしゃあないけど、いやまあ鉢巻きだからいけそうな気はする。相手の、うん、相手のテラパゴスがスカーフとかじゃなければいい。うん。で、まあ、こいつは多分さすがに倒せると思うけどね。ああ、でしょ？オッケー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 。で、まあ、スペンサーは負けてないから、多分スカーフじゃなければ。いけそうな気はする。よかった。本当によかったと思う。テラパゴスにこれ自己再生とかあったらバケモンだから。さすがに。お、いいね、2000。ありがとうございます。こっちも勝ちたいと思います。さあ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 。いやー待って、タイロお願い、スカーフかー、いや痛いな、いやーガチか、ガチグマ見たらラオスバックだったのが正解だったんだろうね。